どうも、今日もパーティー変わってません。ちょっと今、レートまあ1800ぐらいなので、ちょっとパーティー変えて負けたらちょっと後悔しそうな気がするので、しばらくちょっとパーティー変えないかもしれないです。申し訳ないです。まあタイトルの通りに遊び尽くすって書いてあるんで、まあできたらいろんなパーティー使っていきたいなと思ったんですけど、ちょっとレート、結構、まあ前回2連敗したとこがスタッフなんですけど、まあ負けたくないっていうのでね、ちょっとこのパーティーで行かせてもらいます。まあ、1700台とかに持ってきたのでいろんなパーティー使っていこうと思います。まあ、統一パーっていうのも、まあ一応僕持ってるんで、それもまあ一応出す機会あるのかなと思います。それではやっていきましょうか。アクジェ。メガ急所。無理。急所では無理か。配信ありがとうございました。くそ、3連敗じゃねえか。はー。配信ありがとうございました。ダメでしたね。ダメー。対戦ありがとうございました。俺のプレミだったな、これ。すまん、みんな。いや、マリルリも頑張ったし、ガルドも悪くはない。相手もうまかった。反省だな、これ。一回だけやろう、もう一回。さすが聖純。聖なる炎を当てるか外すかの勝負か、ここで。95% で、こっちの勝ちなんでね。5% で相手の勝ち。あ、これ、命中率意識すぎたらダメだ。ダメ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 。聖なる炎打って、勝って当然。そう思わないとな。当然の勝利だよな、ヘラクロス。ここまで追い込んだ俺の勝ちだ。聖なる炎。甘えたせいで負けましたね。対戦ありがとうございました。5連敗1700に戻ります。下へ参ります。ありがとうございました。めっちゃ S 振ってんな、メガヘラで抜けるって。リンゴさん、対戦ありがとうございました。気をつけないとダメですね。エンテ S 振った方がいいか、もうちょっと。ういーす。5連敗しました。モビリーさん、対戦お願いします。はじめまして、こんにちは、ということで。はじめまして、こんにちは。茨城なのか茨城なのか、たまにわかんなくなるよね。お願いします。まあ、茨城なんですけど、大阪にはね、茨城市があるんで難しい。どっちかわかんなくなります。はい、やっていきましょう。ガルランド、マリルリ、ガルド、馬車、ボーマンダですね。対戦よろしくお願いします。最近ボーマンダよく見かけますよね。ボーマンダとガルーラのハイブリッドパーティーか、どっちかは出してくるな。ってことは馬車も玉ですかね。雪のランド入ってくるならボーマンダは出してこないから、ガルランドガルド。いや、どうだ、ガルランドガルドかな。でもだったらってガブ重いな。ガブ出すか。ガブ出そう。いや、でも、ガルーラが、なんか、冷凍パンチとか、冷凍ビームとか持ってそうですね、このパーティーだと。ガブが重いんで。だったら、メザー、氷、バシャームとか出してきますかね。まあ。だとしても、マリルリ、ガブは厚く出れるかな。サンダーいるのかな、これ。ガブ、マリガブサンダー。マリガブサンダーかな。マリガブサンダー出したいな。これでいきましょうか。ボビーさん、対戦よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。あまり何も深く考えない。もう5連敗したんでね。深読みはダメ。3試合ほど録画したんですけど、音が割れてたんで、こっから頑張っていこうと思います。マリ、出し負け。どうしようかな、マリビ。サンダーでいいか、とりあえず。原太鼓とか打ってきますかね、ちょっと考えてたんで、畑落とすかなって思うんですけど、どうだろう。
畑落とす。まあ普通に畑落とす安定ですもんね、ここは。何来るかな、ランドロスとか来ますかね。タマリルリ。羽休め。腹太鼓持ってますかね、相手。陽気スタートしてもサンダーは抜けてないんで、S112 になるからな。A 種族地とね、S 種族地一緒なんですよ、マリルリは。これ、ポンポコある？ない。オッケーオッケー。じゃああれ。受からない。受からないぞ。でもまあ、いっか。羽休めで。弾で削れてくでしょ。いや、でもこれ、握手圏内入れたら、やばいか。マンボで。マンボマンボ。マリルリ突破。次ですね。なんだろうなぁ、相手。馬車。馬車か。一応マリルリが裏にいるんで、そんなに辛くないかな。一応マリルリ突破しましたし、まあ、裏が、裏なんだろうなぁ。ガル裏ですかね。これバトンタッチ型とかもありえんのかな、だったら。バトンしてくるやつか、これ。バトンやつはやばいな。10万。違う、なんだ、守るしてこない。いや、これはバトンですね。ああ、バトンだ。バトンか。これ負けたか。いや、麻痺、10万麻痺がある。あ、でここでバトンタッチされたら厳しいか。いや、10万麻痺引けばワンチャンあるか。10万麻痺とかいう 10% の細い勝ち筋。大丈夫かな。ここでバトンタッチする、ガルーラが出てくる、10万入る。無理だな。無理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 。いや、無理でしょ。次、相手がバトンタッチしないで、なんか悠長居座りする。だって、麻痺する、勝ちみたいな。そんなんじゃないと無理。オッケーオッケーオッケー。ここで、馬車も倒してくれる。サンダーが、麻痺らせて。10万ボルト。電磁波警戒しないんですね。やったぜ。乱数が味方してくれましたね。で、ガルーラが出てくる。当然のように言ってるけど、ドキドキしてた。ガルーラ。こいつはなんだろうな。とりあえず10万ボルト。グロパンマンは勘弁、10万。いや、でもさすがに馬車がビルド持ってるんで、グロパンはないと思うんですよね。あの、技の範囲を広げた岩雪崩とか地震を搭載してると思うんで。あ、遅い。加速前提だから、H に振ってるんですね。なだれ。グロパンはないな。サンダー5仕事完了と。マリルリですかね、だったら。マリルリで。バカ力打ちましょうか。マリルリ。早めにバトンしないから、こうなるぜ。バカ力で。ステミタックルかな。ステミタックルでも飛ばないんじゃないかな、マリルリだったら。恩返しですかね、バトンのガルーラは。恩返しっぽいけどな。子供の体勢を立て直す。あっ、そうきたか。よし、怖かった今。ガルーラさん対戦、あ、ガルーラさんじゃない、なんだっけ、ボビーさん対戦ありがとうございました。よかった。アリスさん対戦お願いします。運ゲーとかほんとつまんな。てんてんてん。お願いします。お相手のパーティーがランドゲンガー、クチート、ポリニ、ファイアロー、ジャローダですね。対戦お願いします。どうすっかな。エンテー出してえな。
この相手のパーティーだったらエンテ出したい。エンテ出すか。ファイアローから入ってきますかね。エンテサンダー雪の王で大体いけそうですけどね。うん。ポリにはサンダーで粘るしかないけどさ。ガルド入れてちゃんと倒すか。いやでもそれも安定しないんですよね。ポリニーがマジで。マリルやっぱ畑落とすの方がいいかな。エンテイサンダーの、まあそれでいいか。多分ポリニーは来るな。ポリニーは来る。ガロいるんだったらガブマリか。わざわざ雪のを出していくっていう、あれもないしな。クチーとファイアローは確定でしょうし。いや、わかった。クチーとファイアローポリニーだ。わかったわかった。わかった風な、あれで言うけど。わかったぞ。ガブ。ガブサンダー、エンテイですかね。ガブサンダーエンテイで対戦お願いします、アリスさん。対戦よろしくお願いしまーす。俺の分かったわな、何も分かってないですからね。参考にしないでください。ガブリアス、初心者なんで、みんなより浅いんでね、シングルS経験歴が。これって出し勝ちなの？いや、出し負けでしょ、これ。芯耐えられそうだしな、どう考えても。さすがに耐えてくるよな。チートなんか硬いんですよ。なんか硬いんですよ。いや、サンダー後投げ間に合わないでしょ、これ。ガブに頑張ってもらおうか。エンテ投げるのありかな。叩き落とすきついな。いや、でも、クチートエンテどうにかするしかねえか。クチタン。クチタンきついな。じゃれ吹いで落ちそうなんですよね、エンテが。地震でいいか。とりあえず、ガブって誰のためにいるんだ。わかんねえ、地震だ。引っ込められる。ジャロかな、だったら。ランドか。トンボですかね、相手。威嚇2回入れれば、さすがにって感じですもんね。ガブもうすることないな。トンボかな、サンダーで。威嚇2回は無理ですね。さすがに引っ込めざるを得ない。トンボでしょうね。威嚇2回入れればトンボ返りあんって。捨てろ。捨てろか。ガンプーとか持ってますかね、相手。とりあえず、ランドがいたか。クチランド。クチランドポリニかな。ポリニは多分絶対入ってくるんで。まあ雪のはいなくてもよかったか。ランド雪の対面で地震打てば、トンボ返り耐えて、クチーと倒せるとか割とあるんですけど、まあ威嚇入るから、一発持っていけないですけどね。熱風ですかね。無難に。ポリニかな。ポリニ。これは、血が上がる。あれ違うわ。プレッシャー。トレスか。だったらかなり耐久力のある方のポリニかな。熱風。やけどを引かないでくれよ。OK。じゃあ、毒で。サンダーもポリンで見るって決めてたんで、ここは毒でしかないですね。毒って。多分毒ですかね、相手も。うん。毒。ここから耐久合戦耐久合戦が始まる。どうするんだろうな。でもこれでサンダーに毒入れたらランドロスでサンダー落とせるとかそういうのありますかね。レイビ打ってくるはず。まだエンテはちょっと早いな。羽かな。羽打ちたいな。いや、エンテだな。エンテ、エンテで余裕で受け切れるから、エンテ出す。エンテイ。ランドはね、ちょっと捨てろ痛いわ。サンダーで粘ればよかった、これ。AB。捨てろ忘れてましたね。まあ、ここ聖なる炎ですね。多分後ろを受け切れないんで。普通に攻撃してくるんじゃないかな。聖なる炎で。でポリツ削らないと早く。
独独。再生ですかね、相手。相手の方が毒が回ってるのが早いんで、多分受けきれないはず。ニトチャ打つか、ここで。一応 S 上げといた方が、ランドロスに対して強気に出れるんで。ここでランドロスか。なるほど。威嚇を入れに来る。スカーフなのかな。でも、タスキっぽいですよね。ステルスロック持ってたってことは。わからん。わからんな。5つ目か。5つ目。口との役割もう持てないじゃん。やっちまったな、せいなるほど。やっちまったな。やっちまった、やっちまった。前提、そうだ、仕事あったんだ。忘れてた。トンボ。エンテ仕事ありましたね、そういえば。もうステロで後出し効かないんで。まあ、サンダーで、どうにかするしかないが。まあ、ガブもいるしね。クチートに必ずしも弱いという構成ではないんで。なんとかするしかないです。エンテの仕事忘れてたな、ポリに。これは聖なる炎でさすがに落ちるでしょう。次の毒で落ちますかね、エンテ。聖なる炎で。多分相手、あのランドロスから入ってくると思うんですよね。ポリに落とす。エンテ落ちると。サンダー投げるか、とりあえず。ステロが入るんで、跳ね休めで。多分跳ね休めで間に合うかな。毒入ってんのがちょっと気になるな。毒気になりますね。ガブから入ってもな、ランドロスはいいようにされるだけだし、サンダーしか出せないな。サンダー。口タン？口タン。口糸来たぞ。口糸。熱風で火傷引くしかないか。熱風打ちます。熱風で。剣舞ですかね。熱風でやけど引いたらうまいけど、どうなんだろう。おいしょ。半分いくでしょ。叩き。お爪が入る。おいしい。さすがに不意打ちかな。一回跳ね休め打ちましょうか。跳ね休め。まあ、毒があるんで、あんまり意味ないんですけどね、ここ。跳ね休め。あ、てか普通に相手殴ってきたか。これうまいな、相手。ランドでガブ詰めて勝ちか。じゃあれ。うまい。相手うまいな。安定か？安定なのかな、この読みって。ガブ。剣舞身代わり怖いから攻撃していきますよね。ランドに交代安定か、これ。ランドに交代して口糸で終わりじゃん。激凛10万。対戦ありがとうございました。うふふ。今回もありがとうございました。コメントがね、なんと100コメント達成したので、またね、コメント返しのコーナーやっていこうと思います。ウポツーとかいつも動画アップお疲れ様です。ポンコツーとかね、コメントありがとうございます。正直このコメントのおかげでこう100コメント達成できてるので、非常に嬉しい限りですね。まあ、いろいろコメントしていただけるとこう動画が目立って、まあ、いろんな人に見てもらえるんでね、こうウポツコメント非常にありがたいですね。まあ、僕はシングルの経験が浅いんで、あんまり参考にならないと思うんですけど、まあ、いろんな人に見て楽しんでもらえたらなと思います。では次。これのコメントはロトムとサンダーの対面で10万ボルトです。だからいっぱいサンダーが削られた時のコメントですね。もう穏やかサンダーにした方がいいんじゃないかなっていうのがあって。
まあそうですね、もうあれです、あの対面だと、まあ、穏やかサンダーの方が良かったんですけど、まあ、あのマリロリー・サンダー・ギルガルドっていう選手でロトマ相手にするときはかなりきついんですけど、まあ、雪の入れてたら勝てたんですよね、多分ロトム・サザンドラなんとかだって、誰だったかな、だったんで、まあ、サンダラには雪の強く出れるんで、まあ、サーナイトか、サーナイトだったんで、雪の方が結構一貫してたんですよね。なので、あの選出、あれは選出ミスで、サンダーに僕が負担をかけすぎたっていうところがありましたかね。まあでも、穏やかサンダーもちょっと厳選してみようかなと思います。まあ、XY の方はもう、サブロムで今バッチ7つぐらいまで進めたんで、もうちょっとで厳選できるかなと思います。でサザン。で、次のコメント。唐突なサザン。サザンですね。サザンにはマリルヤとしても勝ったのかなみたいな。俺はビーズ派みたいな。そういうサザンじゃねえからみたいなね。はい。サザンにはマリルヤとしても間に合ったかなってコメント。そうですね。ここ、僕の完全にプレミでしたね。はい。完全にプレミでした。まあ、あそこ普通にサンダーで体力保っとかないとロトムの受け出しが効かなかったんで、どう考えてもあそこはサンダー跳ね合わせるね。サザン来てからマリルイでよかったですね。はい。プレミでした。で、次のコメント。ボタンポチポチする音うるさいっていうの。これね、すいませんでした。はい。無意識のうちになんかもう、マモミが、の意向に対してポチポチしてましたね。すいませんでした。次回から気をつけたいと思います。次。ところどころ言ってること死に滅になっとるっていうのね。はい。すいません。なんかね、こう一貫した行動をした方が強いと思うんですけど、いかんせんこう経験が浅いっていうこともあって、なんかこう自分の行動にね、なかなか自信を持てないっていうのがありますね、ポケモンでは。いろんな場面で経験を積んで、こう一貫した考えができるようになっていきたいと思います。うん。次。前々回の動画、バトルビデオの解説だったんですけど、まあ、メッセージスピード落とそうやってことで、ね、一応普通でやってたんですけど、まあ、遅いにしたらなんかこう、バトル、の進行動画的に進行がなんか、あれかなと思ったんですけど、まあ、バトルビデオ淡々と進んでいくんで、別に、あれですね。あれしか言ってないわ。別に遅いでもよかったですね。遅いでよかったですね。バトルビデオは淡々と進んでいってくれるんで、まあ、テンポ的には別に遅いでも問題ないのかなと思いました。以上で、コメント返しの方は終わります。はい。今回の動画ご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。お疲れ様でした。